ネスレ日本が神戸市と連携して取り組む神戸元気生き生きプロジェクト。その取り組みの一つが介護予防カフェです。介護予防カフェでは地域の方にカフェを実施するカフェマネージャーとなっていただきます。そこは地域の誰もが気軽に集まり、また介護予防に関する健康情報なども得ることのできる居場所です。こうした地域の居場所で人々が交流することが健康に良い効果をもたらすことから、神戸市では介護予防カフェの立ち上げを推進しています。これまでに70カ所以上のカフェが立ち上がりました。ネスレ日本はこの取り組みをコーヒーマシン、ネスカフェゴールドブレンドバリスタの提供などを通じて応援しています。前から人と関わることが好きな性格なので、そんなに不安は感じなかったんですが、私の呼びかけに賛同してくださって、助けてくださってるスタッフの方や、ここに楽しみにして毎回来てくださる方がいらっしゃるので、それが嬉しくて、ちょっとこれからも続けていきたいと思っています。最初はこう心配だと思うんですけど、やってみるとまたいろいろなことが分かってくるので、あまり心配せずにチャレンジされたらいいなと思います。カフェマネージャーの皆さんは本当にこう自分が行ってみたいと思われているカフェを実現されているんですね。だからこそ本当にそこに集まられる全ての方が生き生きとされています。私たち神戸市、これからもネスレ日本さんをはじめ活動を支えてくださる本当にいろんな方々と一緒にですね、この住民の皆さんが主役となる介護予防カフェの取り組みを進めていきたいと思います。ネスレ日本は皆様の生活の質を高め、さらに健康な未来づくりに貢献します。